では、刃、茎の作りと働きの例題やっていきたいと思います。はい。A と B の葉脈を何て言うかですね。うん、まあ簡単ですね。A は平行脈。いいね。で、B は、えー、盲状脈でしたね。盲状脈と。はい。で、桜の葉は A、B どっちか。 えー、まあ、桜見たらわかると思うんですけどね、花が散った後葉っぱ、こんなね、盲状脈の網目状の葉っぱ生えてきてますよね。B です。はい。で、図2で葉の内側に見られる、えー、たくさんの小さな部屋。これね、意外と覚えておいてるていの。葉っぱってこういうね、よく見たら、えー、小さな部屋の集まりでね、えー、作られているんです。こういったものを細胞と言います。細胞。この小さな部屋の集まりでできてるんですよね。 はい。次。葉っぱの裏側に多いんですけれども、表よりも裏側に多いんですけど、葉っぱの内部と繋がっているこの隙間ですね。これを、これ覚えてるかな気候と言いますよ。これを気候と言います。覚えておいてください。はい。では、カッコに。えー、放線かトウモロコシと根の様子を表していると、はい。放線かの根っこはどっちって話なんだけども、うん。これ、ひげ根ですね。 でこれは主根と、そして側根なんですけれども、えー、さっきやりましたね、この平行葉、葉脈平行だったらヒゲネなんですよ。で、網目状だったら、主根と側根なんです。だから方線下は、網目状の葉っぱですから、こっちですね。B の方になっていきます。では、A のような根を何て言うかって言ったらヒゲネですね。ヒゲネになります。 で、A と B、それぞれ何て言うかなんだけど、A は主根、B は側根でしたね。これはしっかり覚えてくださいね。主根、側根です。いいね。うん。はい。40。赤インクで染めた色水の中に空気を置いた。まあ、赤インク吸わしたってことですね。赤く染まる部分は A から C のどれか。そして、同感が染まるわけです。うん。 だから、導管をこれ見つけたらいいんだけど、導管って言ったら、えー、これですね、丸い管ですね。異関則あったとしたら、内側の方です。外側主管なんでね。この形ね、丸い管が導管って覚えとってもいいですね。だから、B になるかな。A はちなみにこれ主管です。外側だから。で、C は関係ないですね。関係ないですね。えー、B が導管で A が主管になってきますよ。いいね。なので、 各そのまま部分は B で導管です。水道管って覚えてね、水と湿度は管なんでね。うん。はい。じゃあ、この導管と、えー、A の主観、まとめてね、こう束になってると。導管と主管集めて束になっている部分なんていうかこれ異観測でしたね。異観測。いいね。 はい。で、放線下の茎の断面は A、B どっちか。はい。放線下は葉っぱが盲状脈で、そして主根と側根で、そして茎の観測の並び方が綺麗に和状に並んでいたはずです。だから A ですね。いいでしょうか。はい、以上です。